はい、どうも、カナナガです。さて、今回はですね、別にタイトル通りのね、動画のタイトル通りの後編があるんですが、その前に、つい最近、買ったばかりで、まあ、姉が3つ、この3つ、そして私が初めて、昨日これを作ったばかりですので、ちょっと宣伝させていただきたいなと思います。まずはこの姉の初めての作品、小さいままじゃやだですね。後編では、工程ほとんど載せてませんが、まあ、工程もありますので、よろしければ見ていただけると、やっていただけたら嬉しい限りです。ID は、こちらの通りですね。で、次、これが姉の2作目です。ウザツインズ。そうですね。ウザツインズっていうのは、雲に乗ってるやつがいるんですけど、それがちょっと、うざいような、なんて言えばいい?コースです。はい。よろしければやってみてください。ID はこの通りです。で、目指す輝きとともに、これは姉の一番最初のじゃないわ。最近のやつですね。これが、多分一番難しいです。一番難しい上に、まあ、運も必要になってくるかな。うん。まあ、さっきの逆じゃないですよ。はい。まあまあ、よしければやってみてください。最後に、私が初めて作ったやつですね。タイトルは思いつかなかったんで、壁ジャンプは使えるかいみたいな感じにしたんですが、一人だけやってくださってるね。まあまあ、よろしければ、やってみて、いただけたら嬉しい限りです。他にもね、そうですね。よろしければ皆さん、自分作ってよって教えていただければ、できる限りは動画にしたいと思っておりますので、よろしければ、コメント欄にてね、教えていただければ嬉しい限りです。では、本編、これからつなぎたいなと思いますが、その冒頭にも注意が書いておりますが、ただ単に姉妹でプレイしているだけの動画です。はい。なので、声の大きさと小さいなどあるかも、あると思います。てか、実際小さいです。小さいですが、まあ、そういうことを気にしないよって方はよろしければ見ていただけたら嬉しい限りです。足長いよな。そう。今日は日曜やって、いっぱい作れる。スタート。レッツゴー。なんかあれ最初やろ。どうやらこのコース誰かが作りかけみたいです。続きをつけてコースを早速やって、じゃあ作るのを上にやる、私やるわ。消しゴムで消せますよって。とこになんか移動できねえや。なんか右下にチーズみたいな色あるの。そうやって追いきながらするんや、これめっちゃなんか嫌やな、さっきの。めっちゃおるやん。
あれ伸ばせるんだか。コイン。コイン、コイン。あ、そうやって羽つける。めっちゃ邪魔やん。ほう。やばい、めっちゃおる。それってパワーバーって置かれるの？やばいな。どうやって壊れるのこれ。ああ、なるほど。クリアできるくせやねんな。ああ、それは OK だよ。さっきよく見て言われてるやん。何て言ってるの？チョコビートって言ってるの？また飛んでる。いつを立っちゃって。できてる。穴開いてるけどいい？見ちゃう、多分。私にさ、あんまもないよ。記念にセーブやって、へぇ、おぉ、とりあえずこいつやな。おぉ、危ない。私はカロシーさっきの、これを止めるのが苦手やね。バレやな。あ、できた。ちょっと待って。あ、止めた。うまいこと入るよな、私。もう一回。チチュッ。待って。なんであんまり重ねるやろな。この、なんてやんない、クリボー間違えた。キノコブームだって。
そう。めっちゃ腹立つな。そもそも朝やったわ。よし、スイカさん。あ、なるほどな、そういうことか。壊したばっかりの。そう。出されへん。待って。ほんま待って、よし。だんだん気づけば一人になってるような。無理やな。レッツゴー。うわ、危ねえ。危なことしたよな。あ、下から攻撃できんねや。気づいてしまったね。あ、何の気づきが。なんもない。腰をどうやって取ればいいん。しかも抜き出さないよ。出られへん。へえ、いける。先読んで腹立つわ、あのパッコよ。あ、またやってしまった。あったな。あ、いけるやん。あ、ほんまできんな、私。本能されてる。昔から壁苦手やからな。壁は可愛いね。いかへんよね。どうつぼやな。難しいね。またまだな、いけるんやな。あぶねえ。いけるやろ。一匹欲しいねんな。終わった。あれでもいけるんじゃん、これ。
けへんよ、ね、作ったつもりで。せやな。せやな。できるけどね、難しいね。これ一発目につくのにちょっと根性がどうか。いや、どうこうしよう。クリアしろって言われるかな。うわさによるとクリアせな投稿できるようになってみて。とりあえずクリアして。小さなお子様は。性的なってこれで作れるの？変な形作ったり。そうだ、あタイトルは変とかピーみたいな。あ、交際 ID やって、またどこできたで。初めてのこう投稿、ちょっと10人マリオチャレンジやってみよう。ジュリーのマリオで8つのコースをクリアしよう。またピーチ姫さん。いっぱいできたね。私もう一瞬で終わらせる気しかせへん。私やったもんないから知ってやん。決めんのかな。大きいのもね、大きいやつはなんかあるんちゃう。でかっ、なんか期待裏切られた感じすごいな。いけるよね。あ、次、あ、綺麗になった。ワンワンの星。
ワンワンが常追いかけてくるとか地獄やん。ピンポーン。正しい文化があると思う。テレサみたいなやつか。ってあれ何？知ってる。マリオちゃん、マリオちゃん。マリオのヒゲって難しい。ヒゲ意外にできるな。めっちゃ難しい思ったけど。舐めてたら無理そうやけど。難しいじゃないの。何さっきの音。あ、待って。これだね。どの前の位置の位置で。あ、もう。位置の位置かな。私でも行ける。原作っぽいコースとかだって。ぐるぐるテレサをかいくぐれ。テレサ嫌いやねんな。ああめっちゃぐるぐるしてる。これ目つぶらへん。一緒やったの。次なんやろ。もうすぐや。カラクリ P スイッチ。P スイッチこれ？これだいぶ最初？あるんかな、カラクリが。なるほど、連れてくるってわけか。面白い。すげえ。ゴールラインや、あれなんや。へ
よし。スイッチオン。やつみたいなものになってる。ねえ、願ったよな。なかなかも詰めんの。詰めるのかな。めっちゃ高いな。コインになる。うわあ、ちょ、怖。あ、そうなの？あ、でもそんな考えたら簡単やな。行けます。よし、どんどん進もうぜ、どんどん。できひんねんな、最初は。そうなんよ。音にビビるわ、これ。ビビる。普通に下の音が上がる。時代は分からへんわ。64？ スーファミ。スーファミ。原作っぽい構成ってなんか。ああ、また古そうな。じゃあ、生きてたな、さっき。うわぁ、決まりや。これ最後、最後ちゃう、次。とかも出せるのかな。出せるようになるんちゃう。まあ、嫌な予感がする、この音。ああ、私嫌いなやつ。ああ、ちさが悪いから。眠ら。ああ、誰やお前。あれ、クッパか。怖いや、壁に当たってポーンじゃん。大きいので進むのは勇気いるね、これ。もう一個チャンスあったのに。クッパなのか。クッパなのか。やった、いけた。あれ、でも攻撃できたんかな。押してみていいけど、何個出へんかった。いけた、姫助けれたんちゃう、これ。
でかない？え、こんなでかかったピノキオって。ブラジャーしてるのに見えるのかでしたっけ？タレ乳に見えた私。え、コンティでってどういうこと？いや、もうなんかブッサイクな演技通ったような。このモードはクリアするために私こそが、あー